ミニマリストフォー、ウェルカム。どうもミニマリストフォーです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。というわけで今回はルームツアーやっていきます。今私は入居してまだ4歩しか歩いていません。というわけで中身早速行ってみましょう。はい、というわけでまずは玄関から。今ね、私はこのヒールブーツ履いて、このスーツケースに全て詰め込んで、気が変わる前にねここを離れるよと、まあボーイの歌詞があるんですけど、はい、そんなことはまあ置いといて、まあスーツケースとなんかね、まあ、トートバッグ、これライブグッズ、あとこれにはオールバーズの靴入ってるんですけど、じゃあまあそういう荷物だけでとりあえず第一陣引っ越しっていうことでね。はい、でこれシューズボックス兼鏡とでね、シューズボックス開けるとまあこういう感じで、どんだけ靴持つんだよって話ですけど、なんこんな感じ。それでここ洗濯機置き場ですね。一応明日の朝、入居初日の、午前中にドラム式洗濯機が届くので、まあ、ここにセットしようかなと思ってます。コンセントここにあるからちょうどいい。で、まあここはね、なんかタオルとか置けるのかなって。はい、そして真後ろはトイレとなってます。はい、まあこういう感じですね。めちゃくちゃ広いと。すごいいい、めちゃくちゃいい。ここにブレーカーがあると。いや、真っ先にやったのはね、このブレーカーをオン。はい、っていう感じですね。トイレめっちゃ広いな。はい、隣はですね、お風呂って思うじゃないですか。はい、この通りシャワールームでございます。こういう感じですね。はい、私風呂に浸かる習慣が、まあ、そんなにないので、シャワールームっていいな、むしろシャワールームがいいなと思ってたんですけど、まさかねピンポイントでこんな物件見つけられるとはね、嬉しい限りでございます。で振り返ると、ここがねシンクですね。なんとありがたいことに冷蔵庫付きで、こういう感じで、まあ食器類はここに置いとけばいいかなと思ってて、でガスはこれ都市ガスだったかな、確か都市ガスだったと思います。で下開けるとね、あの排水ドレンがあって、まあ包丁立てるところ、多分包丁1本かな。冷蔵庫はね、みんな大好きアイリスオーヤマのものが設置されております。なんでまあ冷食とかも買ったりすると思うんで、冷凍庫ちっちゃいの買おうかなって思ってます。上着脱ぎました、カバン下ろせよって話なんですけど、まあ、買ったばっかのね、ちょっと引っ越し祝いかっこセルフのカバンなんで、まあ、このまま行きます。これがねメインのねエリアですね。おえ、すごいじゃん、これ鏡、外見えねえ、えぐってことは逆にこれ外からも中が見えないってことですよね。カーテンいらないじゃん、すごいな。え、もしかして内側からは見えないけど外からは丸見えのやつ、丸見えのやつかな。一応この1階の部分に関しては、4.9 畳だったかなっていう感じですね。すごいのがね、ここにねマジで無駄のない階段、もう段の全てが収納になってるんですよね。こういう感じで、まあ、ちょっとなんか自分の荷物置いてみようかなと思ってます。まあ、ここ書類関係とか入りそうな、下もあるし。はい、でここ開けるとねクローゼットになっておりますっていう感じかな。でそこにあるのは避難はしごで、はい、こっちがねなんとタンスが3段あるんですよね。私そんなに服持ってないんで、ここにカバンを1個ずつ入れようかなとかちょっと考えてますね。はい、そして見上げると階段、これね
結構高いんですよ。多分ね 2.5 メーターぐらいあるんですよ、ロフトまでが。で手すりが右側しかないんで、多分これ朝寝ぼけてたら多分落っこちる、マジで落っこちると思うんで、私はねそこで寝ようかと思ってます。はい、上行きます。こういう感じですね。はい、上が3畳ぐらいかな。もう全然全然物置にはちょうどいいかな。基本的にメインスペースは下になると思うんで、まあここはね、なんだろう、本当物置かなって思ってます。あとありがたいことにエアコンもついてるし、でエアコンとシーリングライトがもう IoT 仕様なんで、もう最初からスイッチボット状態なんですよね。スイッチボットがついてるんで iPhone で操作ができるっていう感じです。だから家帰るときに部屋の温度を見てエアコンつけたり消したりができると。まああとね、私の場合は別にいいんですけど、女性の方だったら部屋ついてから時間差で電気つけたりとか、逆に先に電気つけといてね、後から帰ってくるっていうのをやれば、まあ、防犯的にもいいのかなと思ってます。でね、コンセントがね、ここに2個あるでしょ、ここにも4つあるでしょ。でそこに今ついちゃってるんですけど、22であるんですよ。あと洗濯機のとこでしょ。であとね、あのロフトの突き当たりにも1個あるんで、2、4、8、14個。どんだけコンセント使うんだよって話なんですけど、14個ぐらいコンセントの端子があるんですよね。で多分ね、この冷蔵庫のね後ろにも、あ、これは違うかな。あ、これはね、これ冷蔵庫のとこは違うやつだわ。まあでも、あとトイレにもあるか。そうするとトイレがね、ウォシュレットのやつで終わってるから、まあ一応ね、使えるブレーカー14個ありますね。どんだけ充電したいんだよって話ですけど。はい、まあそんな感じで、これがね、ミニマリスト4、一人暮らし編の拠点となるお部屋です。というわけで、まあ、これからね、Vlog とかミニマリスト発信とか、いろいろね、上げていこうと思っているので、今後もよかったら動画の方見ていただけるととても励みになります。というわけで、本日も動画ご視聴いただき、ありがとうございました。はい、よかったらね、チャンネル登録と高評価の方お願いします。それから、まあ私ツイキャス、インスタグラム、ツイッターやってますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。じゃあバイバイ。